今回も大気圏王光祭澤井健一の支障について話をしたいと思います。まず多くの大気圏に関する文献。 沢井さんが書いたのか沢井さんの口述なのかわからないけれどほとんどの大気圏に関する運献にのっとって王光祭の経歴をまずなぞってみたいと思いますその前に言っとくと自分は福衝堂時代 月刊空手道の編集をやりながらも、当時の編集長、東口敏郎、含め山田英二、生島君など、ウーシュ州という中国武術の専門誌を出していたから、他の一般の方よりも中国武術の広い視野において、歴史的なうんちくは持っていると自負しています。 一応、王孝斎という人間が、核運神という経験の対価というか、専門家の弟子であったという事実は、多くの資料にあります。あまりにも核運神という方が有名なので、核運神にまつわる 経緯権の関係書は他にも見ることはできます。格運神の弟子であった王公祭についても記述はありますが、その王公祭から大棄権という流れについて触れているものは、ほとんど自分は知りません。それで今、一応、 定説となっている王光彩の経歴を追ってみますね王光祭は1886年に中国の河北省に生まれたということになっていますそして核運心の下で多分これは武術というけれども経緯だと思います 経験を学び、核運針がなくなった後、1907年というから、定説によれば、王光祭が21かな ?20 歳をちょうど迎えた頃ですね。北京に出て、軍隊で働いて身を固めて、1911年、 北京、ついで、天津、というところ、いろいろ移りながら、経験の技術を、さらに深めていったという。えー、1917年だから、30ごろになって、全国を回る、 武術追求の旅を始めたとスーザン少林寺をはじめ中国各地の武術家と戦い手合わせをしほぼ連戦連勝だったとしかし湖南省で鶴犬 新意見。やはりこれも経意見の分派ですが、月優という達人に負けて、現象に戻って、鶴見を学び直し、意見という独特の憲法を創設したと。 1926年となると、40を超えるか超えない頃、天津や上海に行って、これらの鶴剣と経験を指導して回った打撃とかいう技術を捨て、立前ですね。立前を重視するようになってったということなんだよな。 1 9 3 0年前後にね、中国でだよ、中国で、当時のボクシングフライ級世界チャンピオン、ハンガリー人。また、プロレスのアド・サンテルと試合をした王孝斎は、相手と立ち会うや否や、 触れただけで相手を吹き飛ばし、気絶させたという。各地を回って、自らの意見を、大政権と名前を変えて、で、その頃、1940年前、39年とかその頃に、 沢井健一がなぜか北京にいて、北京で沢井健一と対戦し、また一瞬で倒してしまい、沢井を弟子にして、1940年から47年まで7年8年、自らの北京において指導したと。 そして、沢井健一に、1947年。あなたは、日本に戻って、私が作った意見、後の大政権を普及しなさい。大規市政憲法、通して名乗れと言われ。 日本に帰って若者たちに教授することとなったと。このね、若い頃に核軍神という名人の下で憲法を学び高い境地まで上り詰めた。そして中国の 全域を回りながら、並み入る憲法家を一瞬で倒したと。300連勝とも400連勝とも言われているんだけど、もう自分は誰にも負けることがないと思っていたら、同じ経験の人物に、簡単に乗されてしまったと。 それからもう一回、その人のもとで学んで、もうあなたは、私は勝てなくなった。再び、新王に出なさいと言われて、今度は、ボクサーや、レスラーを倒して、そこに、沢井健一が、挑戦してきて、挑戦を受けたのが、1939年ってなってんだけど。で、そこに、沢井さんは、 7年、8年、北京で、王公祭のもとで、鍛錬して、1947年に日本に戻ったというんだけど、この話何かに似てるよね。大山マフが、空手に強くなって、連戦連勝を極めたのはいいけれど、陳老人に、負けて、初めて負けて、 また新規点頑張った。これはね、本当に軍属として満州に赴任して、石原幹事のもとで活動をした経験のある、そしてまだ日中戦争、日華事変が起きる前、大東は武術大会という名目で、モンゴルや朝鮮や、 いろんな地域の美術家を集めて、武術の、うん、博覧会というか、大会を開いたという記録は、写真も含めて残っています。それを開いた、石原寛治のもとで、山口剛源先生が理想に燃えていた。この満州から満州事変が始まり、日華事変に進み、 後に太平洋戦争に行った。それを指導したのは石原漢字ではなく、東條秀樹であることはもう歴史的な事実。山口豪元先生はそういうように軍属として満州に赴き、そして各地を回って当時、新王朝が存在する段階から、 中国というのは、いろんなところに、まあ日本で言うならば豪族というか、大和朝廷時代、いろんな各地に豪族がいた。清の時代にも各地に豪族、軍族というものが一つの勢力を持って存在した。そこを工作員、スパイという業務を持ちながら、山口剛玄先生は回りながら、ついでに、 空手の修行もして歩いた。山口剛玄先生がそれでしたためた「五中の息吹」の中に書かれているものは大山総裁の空手ばかり時代というかまあうん京都新聞に連載されたというか「新郎人が出てきてどうたらこうたら」という空手ばかり時代そのものだけどそれの下敷きになっているもので大山総裁は 陳老人って言ってるけど、それは明確にパクってるわけであって、これは山口剛玄先生の本の中に、たまたま竜という憲法家との戦いの話が載っているというだけであって。何を言いたいかというと、山口剛玄先生の書かれた修行記というのは、 軍属として赴いた結果として体験したことをまとめた本である。それをパクったのが総裁である。と同時に、ちょっと俺は笑っちゃったら申し訳ないんだけど、<laughs> 王公災害や、こうしてこうしてこうやったっていう筋道をずっと読んでくると、 桝田さんの空手バカ時代基本的に売り二つだということもう一つこの定説というか伝えられているものの中には30年代に30年代にですよ後にレスリング界に多大な影響を与えた 八田一郎が王光祭を尋ね、挑戦し、敗れてるっていう。八田一郎はなんで中国に渡って北京で戦ったのかわからないんだけども、これは、前、前回あたりに、重拳マッチで、沖縄空手、 部長期先生が京都で試合をしたアド・サンテルといえば後々にそういった有名なレスラーを育てた八田一郎はずっとこの21年30年日本にいたわけであって八田一郎が王后さえと戦ったんだとそんな 記録は一,一行たりとしてない。オリンピックでメダリストになった大田明先生からも、この八田一郎についてのものを読めと言われて、八田泉というんだけども、そのどこにも王光祭の話などが出てきていません。王光祭の定説によると、 1930年代、各地を回って指導して歩いたと、もう一回言いますが、北京に拠点を置いて、そしてそこで憲法を大政権と名乗ったとか、1939年には、北京で武術、 段を作って、広く武術の指導をしたとか、書いてあるけれど、ところが、しっかりとした、これは、歴史によれば、1931年というのは、流上校事件に対応発する、満州事変。 32年には満州国が樹立されて、同時に北京、天津、これらの北市五省っていうのは、日本の完全な占領下に置かれたんだよ。満州国という日本の海外政権だけど、 その、傀儡政権とは言っても、満州国の領土であるとして、完全な国境が引かれた。福祉五所と言うんだけど、そこに北京、天津が含まれてるのよ。それでね、1937年に日華事変が本格的に始まるんだよ。もう31年から、 戦争状態にはなってるんだけど。31年には満州国ができて、北京や天津は日本イコール満州国の支配下に置かれ、そこに中国人は簡単に足を踏み入れることができなくなった。で、もっと言うと、複雑なのは、それと同時に中国は内戦っていうのがあったんだよ。 今の中国共産党、それと今、今台湾、中国の国民党、蒋介石と、簡単に言うと、毛沢東で、日中戦争っていうのは主に、蒋介石の中国国民党と日本は戦っていたから、共産党の毛沢東の率いる連中は、 できるだけダメージを負わないように、陰に潜んで潜みながらも、ゲリラ攻撃を、今度は、同じ中国人同士で行われていた。今の台湾は、蒋介石が作ったものだけども、今の、俺は嫌いだからあれだけど、金平の、金平の中国共産党は、そういうふうに、 もう日本と、うん、中国が戦っている頃から、てめえたちがいつか天下を取ろうと思って、汚いことやって、ゲリラやって、で、どん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 日本と国民党が戦力が落ちるのを待っていた。だからといって、平和であったわけではない。中国軍がイコールであったわけではないんだ。にもかかわらず、この、 王孝斎は北京で中国武術を教えてどうやって37年とかに中国の武術団体に大気圏の元になる憲法を教えられるの八大一郎さんが中国に行ったからといって敵は中国だよ。どうやっ で王侯王光祭と、試合なんかできるよ。まして、この1939年に、どうやったら、沢井健一は、王侯祭のもとで、稽古できるよ。沢井健一は、軍属であった記録はないんだよ。ましてや、前回やったように、 中国に渡ったのが1931年だんだかんで言ってるけど1936年226事件があった年沢井健一は明らかに浅草にいたんだよ。それがどうして1931年そして1939年に王光祭のもとに行ったりとか そして1945年に日本は戦争に負けるわけだけれどもその直後から日本人っていうのはもう満州の方たちはまずソ連に追われ北京の人間たちもとんでもない目にあってそして昨日まで自分たちの支配下にあったはずの中国人が民間人まで 日本人、女子供を含め、大虐殺が起きてんだよ。まあね、南京大虐殺があった、なかったって中国の人が騒いでるけど、じゃあ終戦直後の北京は、もう満州ではどうだったかっていうのはもう歴史的に明らかになってるけど、北京はどうだったのかと。中国人たちが、 そう決起して女子供を襲い。男はみんな拷問を受け、やっとそういう中でも逃げ帰ったほんの少数の女子供日本人。彼女たちは前回紹介したように手記を書いて、その手記は今でも国会図書館だけではなく平和記念館、 そういうところに全部収められているんだよ。それなんで今度は1947年になったら沢井健一は日本に帰れたの歴史的な事実と照らし合わせてもこの中国の共産党と国民党の内戦が急激に 戦後、つまり1945年を過ぎて、46年から、毛沢東軍が、日中戦争ではほとんど戦わないで、隠れてた。小ずるい野郎だよみんな。何が毛沢東だって俺は言いたいよ。今でも毛沢東を尊敬してるとかさ、そんなもの、人のの本読むのと同じだよ。とんでもない虐殺が始まって、 国民党は台湾に逃げざるをえなくなった。もう北京は、もう戦場がむちゃくちゃだった。当時の写真も残ってるよ。そんな時に、どうやってお王さ蔡が、沢井健一に、なんで、日本に帰って憲法を教えなさいなんてできるの俺はあくまでも、歴史的な事実。 そして、定説とされている王皇祭の略歴。それをまず挙げた上で、どこに矛盾があるのか。俺は、申し訳ないけど、腹が立って、たまらない。信じたくない人は結構です。次回は、足原秀幸とカレンバッハの、カレンバッハは大気圏を学んでいるからね。 との組老山初王が自らカレン・バッハに負けたようなまた大沢登先生がカレン・バッハに勝ったんだというそこら辺の事実佐藤義光先生やカレン・バッハ本人へのインタビューその他のことで言えば総本部の 先輩たちも何人も、いわゆる大気圏の方たちとの組手をやっている。よろしくお願いいたします